blueradio.com ローズラブのラブ力。こんばんは。ローズラブのラブ力、星のない街の住人、ローズラブです。9月23日、気づいたら9月も後半、びっくりラブ力はね、未来への音楽トリップ特集だけど、いやもう近い未来っていうのはすぐ過去になっちゃってね大事に過ごしましょう。さて、そう、特集、未来への音楽トリップ特集。巻上浩一さん、横田慎一郎さん、伊藤洋一郎さん、そして今夜はチェロのマリコさん。ラスベガスをね、拠点に世界を飛び回るマリコさん、10月にニューアルバムをね、リリースとのことで、そのお話お聞きするわ。そして今夜の格言は、メナンドロスで、逆境の際の最大の慰めは思いやりのある心に出会うことだ。さあ、マリコさん、どうかしら。お楽しみに。ローズラブのラブ力、未来への音楽トリップ特集ということで、さあ今夜はチェロのマリコさんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あれ、今年つながってるのかしらね、一回ね。そうですね、お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。もうね、その後も、世界中を駆け巡り、ちょっと、ラスベガスに帰ってきたところ今ね、捕まえてお話しさせていただいて嬉しいわ。ありがとうございます。こちらこそです、ありがとうございます。そして、そう、10月にミッドナイトカフェというね、アルバムをリリースということで、今日は、そのお話、それからね、世界のそのツアーのね、お話をね、ちょっと聞いていこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではね、そう、10月リリースということで、ちょっといち早く聞かせていただく感じになるんですけれども、まずはね、アルバムの1曲目、キャリングユー。
Carrying You。 これ題名でそう書いてあってね、はい、で聞き始めたらとても馴染みのあるというか、そうですね英語圏の方のリスナーさんもいらっしゃるので、あえてちょっと英語だけにしちゃったんですけれども、君を乗せてという、うん、日本でもかなり有名な曲だと思うんですね。で私が小学校の時に初めてこの曲を聴いて学校で歌わなきゃいけなくて、でもその歌詞がすごく感動する歌詞で、私にとっては小学生なのになぜか泣けてくるっていう思い出があって、ぜひこの曲は入れたいなと思って今回収録しました。ね、今回のそのミッドナイトカフェは全部初めてのカバーアルバムということで。そうですね。CD として、発売というか、うん、その形にするのは、カバーアルバムとしても初めてですね。今回そのカバーアルバムを出そうって思ったのはどうしてなのかしら。特にパンデミック中、特になんですけども、そのカバーアルバム、カバーアルバムじゃない、カバー曲を、YouTube とかでアップしていて、それだったら何か形にしてもいいなって思ったのがきっかけです。ああ、なるほど。そう、いろんな、こう、ジャンルの曲があって、これ選曲ってどういうふうに、選んでいったのかしら。私が個人的にもうすごく好きな曲ばっかりでして、本当だったら人気な曲とか、今流行りの曲とかを選択すべきなんでしょうけれども、私個人的な性格からして、自分が好きなものでないとちょっと、入っていけないので、かなりその自分の好みばっかりを入れた。CD になります。ああ、なんか、そう、とっても気持ちがいい流れっていうか、もうこれね、10月になったらぜひね、皆さんにも聞いてほしいんだけど、曲というかそのアコースティックのチェロで、はい、弾いてる曲とかもたくさんあって、空間がね、その CD で聴いてるのに、すごい、なんていうのかしらね。そこで弾いてるみたいっていうか、すごい素敵な響きがあって。ありがとうございます。あれっていうのは、なんか、マリコさんのこだわりというか、なんか、エンジニアさんと相談しながら、何か作ってたものがあるのかしら。すごいですね。さすが、ローズさん。さすがっていう感じなんですけども、実はさっきまで、エンジニアさんともやり取りをしていて、もう曲によってはバージョン6、7まで作るぐらい、かなりその、リバーブから、あとは今回マイクにもすごいこだわって、レコーディングの段階からかなりこだわって、マイクの会社の方と、やり取りもしながら、そしてミックスの時には、そのサンデーエンジニアさんとかなり相談をして作り上げたので、その、今、ロウさんが言っていただいたことはすごくもうドンピシャで、すごく嬉しいです。そうだったのね。マイクでもやっぱり音って全然変わってくるものなのかしら？そうですね。特にビコーズっていう、そのビートルズの曲も今回入れてるんですけども、その、曲で試したことがありまして、3種類違ったマイクで、あとはステレオモノっていう、それぞれで違う取り方をしたりだとか、時には1本のマイク、時には2本のマイク、時には4本のマイクっていう、そういう、なんかいろんな体制で、一人多重録音をした曲も入れているので、その曲は、動画にもしてあるんですけども、そういった意味で、マイクマニアの方には楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。マイクマニア。で、その曲は、ほぼ全部の曲のミックスは、植月さんっていう、もう昔からバニラブルの時からお世話になっているサンドエンジニアさんにお願いしたんですけども、その曲、ビコーズだけは、ちょっと違うプロジェクトだったので、そのマイクロフォンの会社の、うん、
とのプロジェクトだったので、マイクロフォンのカンパニーの方が、ハース・ジマーっていう、いわゆるハリウッド映画の、マイ・パイレーツ・オブ・カリビアンとかの、そのミックスをしてる方にお願いをして、その人がやってくださったんですね。なので、ちょっと違った形で、どちらも最上級のものなので、植月さんも、そのアラン・マイヤーさんっていう方も、なので、そういったところも楽しんでいただけるかなと思います。じゃあね、もう今ね、リスナーの人も聞いててすごい気になっちゃっただろうから、Because 今からね、聞かせていただきます。どうぞ。YouTube とかと60層になってたのかな。そうですね、たまに1人、たまに2人、たまに3人、うん、多い時で確か6か7まで行ってたような気がします。なんかこれってどの旋律から撮るかってなんか難しそう。どうやって撮っていったのかしら。そうですね。すごく実は本当に苦労しまして、Q シートじゃないですけど、これは書かないと無理だなと途中で思って全部表にして仕上げてきました。いや、なんかそんな大変な思いにで作ったのがこう耳にね、全部一つにして耳にするとすごいもう美しい音が流れてきて、そんな苦労なんて全然わかんない曲になっていて素晴らしい。ありがとうございます。そうか。さあ、それではね、格言のお時間に参ります。はい。今夜はメナンドロスというね、古代ギリシャの喜劇作家の人の言葉で、逆境の際の最大の慰めは思いやりのある心に出会うことだ。ということで、どうでしょう、マリコさん、この言葉を聞いて何か思うところあるかしら。すごく素敵な言葉ですね。知らなかったんですけども、すごく思いやられたことはいっぱいあります。というのは特に日本にいた時も、またこっちに来てからもなんですけども、かなり友達に助けられて私の人生来たのでいろいろこうやっぱり落ち込む時だったりとか、わ悩むなっていう時に、その時その時で友達が助けてくれての今があるので、私はそこにすごく感謝しているし、それなしではここまで来れなかったなっていうふうにすごく思います。そうなのね。いや、なんて言うんでしょうね、その SNS とかでこうコンサートとかいろいろこう見ることができて、その表に出てるマリコさんっていうのはもうなんていうの、もうはつらつ、そんな悩みなんてないわっていうぐいぐいな感じに見えるけど、まあ大概のことはもう寝ると忘れるは忘れるんですけども、まあやっぱり人間なので例えばソーシャルメディア一つ動画を上げるでも割と緊張はするんですね。でやっぱりリスナーの方がコメントを残してくださったりとかするとすごく励みになりますし、私はすごくそれがなかったらやっぱりちょっと続けられなかったなっていうのもあるので、いつもコメント残してくださる方とか、また陰ながら応援してくださる方にはすごく感謝してます。
あのそれもやっぱり思いやりの、なんだろう、心を絡まれてあのくださってるものなのかなと思いますし、またこのね、あの毎回こうローズさんラブさんにこうやって取り上げていただけてるのもすごく嬉しいですし、あのはい、本当にあの私のキャリアそのものは皆さんの思いやりの心で成り立ってきてるのかなっていうふうに思います。わあ、素敵な、なんかでもそうよね、そうやって考えるとすごいなんか温かい世界でいいわ。そうですね。そうやってマリコさんがこう作られていくって思うと、表舞台に立ってるとやっぱりあのどうしてもこうクルーの方たちとかのそのなんだろう、こうスポットライトが当たらないので忘れがちになっちゃうんですけど、やっぱり皆さんのその、まあ、ツアーにしても、あと、まあ、今日にしても、うん、あのさこう裏で支えてくださってる方たちのおかげでやっぱり私たちもやってこれてるので、そこら辺もいつも忘れちゃいけないなと思いつつ、あの本当に感謝しかないです。私が立ってるのは本当にあの一部でしかないので、うわ、なんかそうか、そうだからこそ今のマリコさんがこういるんだなって、今すごいそうそう、なんていうの、そう思ってるマリコさんがいるからこそなんだなって、今すごい、いや素敵な人だなマリコさんって今思いながら、いや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 、そんなことは全然ないんですけども、でも本当に、ね、こうやってあのしかもそれをなかなか言えないじゃないですか、ソーシャルメディアありがとうございますって言ってもなかなか抽象的でしかないのでその機会をくださって嬉しいです、ありがとうございます。さあそれではね、また曲を聴かせていただきましょう。サバイバー行きましょう。デスティニーチャイルドの曲？そうですね、あのこれになぜ挑戦したかったかっていうと、なんかこう、この曲が単純に好きだったからっていうのもあるんですけども、その何か曲をちょっとシネマロック的なものにしたいなと思っていて、でその時にパッと思いついたのがこの曲だったんですね。いやー、このなんていうのかしら、そのマリコさん好みの音にこうオーケストレーションになってるっていうのが、そうですね、これはちょっとニヤニヤしながらありがとうございます。割とこうイベント、ラスベガスのこうイベントとかで弾くことも多いの でこの曲は全世界の方が知ってるので、割と盛り上がりやすいのかなと思って、サバイバーを選んでみました。
listening to blueradio.com。 このアルバム、いろんなこういうかっこいいのから、さっきみたいな美しいのから、あとそう、あのね、日本ではエレジャズ、なんかエレクトリックジャズとかも言われてたんだけど、そう、キャラバンパレスのね、曲も入ってたりとかして、いやーもうこれはよりどりみどりというか、バラエティ豊かで。そうですね、楽しんでいただけたらいいなと思いつつ、うん、はい、リリースをしたいなと思っています。皆さん聞いてください。はい。そう、そしてこのアルバムのレコーディング、もしてるし、そして今年はもうツアーもね、春には、ハンスジマーさんのね、ツアーを、これもヨーロッパの方に行かれてたのかしら？そうですね、ヨーロッパ16カ国をだいたい2ヶ月半ぐらいで回ってきまして、うん、はい、6月末に帰ってきました。はい。そして、今度は、Two Steps from Hell。はい。という、のツアーで、ヨーロッパに。あ、もう今、行ってる状態ね。そうですね。放送の時はね。はい。Two Steps from Hell って言って、YouTube で有名になった、作曲家二人組によるバンドなんですけども、まだツアーはそこまでしていない、グループになりまして、ただ YouTube で曲だけは有名っていう、そういうグループで、で私自身も、かなり前からよく聞いていたので、すごく嬉しい機会ではあります。うん、はあ、ね、こう、自分が聞いていた人のツアーに入れるっていうのは、なんか聞いてたものを演奏するっていうこともあるってことよね。そうですね。本当にまさに、私が一番好きな曲が一番、本編の一番最後なので、すごく嬉しいのと、チェロのソロもあるので、またそれもなんか嬉しいなと思って。なんか、そうか。ね、日本にいたのが、こう、シルク・ド・ソレイユので、ラスベガスに来ることになって、そこからもう海外生活が始まり、どん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 広がっていて、そうですね。ありがたいことに、うん、まあ、日本から出発して、まあ、日本も、にもまた帰りたいなとは思ってるんですけども、まあ、世界は広いなと、実感しつつ、いろんなところで今演奏させていただいてます。なんかその、ヨーロッパに行くってなると、ってか、チェロ、あれは使っているのは、エレクトリックの方、それともアコースティックの方を使っていらっしゃるのかしら？今回はエレクトリックですね。ハンスジマーもエレクトリックで行って、まあ、来年はまたちょっと違うお話があるのでちょっとわからないんですけど、うん、まだ、相談中なんですけども、今回は全部エレクトリックです。なるほど。いや、飛行機どうするのかしらってちょっとそんななんか単純なことを思っちゃって。ゴルフケースがあるんですね。ハードケース、ゴルフのハードケースか。がありまして、そのヤマハのエレクトリックチェロを使ってるんですけども、そのヤマハさんのチェロケースはソフトなんですね。で、ハードケースは作っていないので、ハードのゴルフケースにそれをボンと入れてチェックインしてます。なるほど。そうか。じゃあ、結構、その、海外のチェロを弾いてる方は、ゴルフケースに、エレクトリックのは、入れてらっしゃる方がいるのかしら。どうなんでしょうね。なんか、他の方をあんまり知らないので、うん、他の方がどうされてるかは、ちょっとわからないんですけども、私の友達もそうしているので、そのヤマハを使ってる友達は、うん、もしかしたら、よく、うん、ゴルファーに見えるチェリストかもしれないです。そうか、いろんななんかやり方でツアーに行ってらして。ねえ、でも、その、どんどんやっぱり活動の場が広がっていくのが、今だとその、ね、ソーシャルメディアでこちらからも見ることができるから、すごい、ああ、もうマリコさん今ここにいるんだって、すごいもうなんかワクワクしながら、見させていただいてます。ありがとうございます。ま、本人はもうホテルとベニューと、会場とバス、うん、
まあ、移動手段の間を行ったり来たりなので、自分がたまにどこにいるのか分かんなくなっちゃうんですけども、あの、タグの時に、あ、ここはドイツだったね、とか思いながら、あの、皆さんに発信できることも私にとっては楽しみなので、あの、はい、あの、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ぜひぜひね、もう、そう、そしてそれからあの、リールとかね、あの、SNS の方も、いろいろその、コラボをなさったりとか、あの、この間、ちょっと前か、ボイパの人とコラボなさったりとか、タップダンスとコラボなさってたりとか、いろんなそういう楽しいね、企画もされているので、ぜひぜひチェックをね、皆さんにはしていただきたいと思います。お願いします。はい。最後に、10月リリース予定のミッドナイトカフェ。もう一押しです。ありがとうございます。そうですね。あの、この、あの、リリースされる頃には、あと、ま、一週間、ちょっとぐらいで多分リリースされる予定なので、ぜひ、はい、あの、発売日は、ぜひ、ウェブサイトか、あの、ソーシャルメディアを通してお知らせさせていただきたいなと思っています。はい。もう、なんて言うんでしょうね。この、チェロでいろんな世界を見せてくださるマリコさん、チェロを、でこんなこともできるんだよっていうのをどんどんねこう世にもう知らせていただきたいなって思ってます。あ、もうそう言っていただけたらもう本当に嬉しいんですけども、私としてはもう本当に自分が楽しいことをやってるだけなのであのぜひねあの本当に一人でも多くの方に楽しんでいただけたらもうそれがもう本望ですし、はい、私の励みにもなるのでぜひあの聞いてくださった際にはぜひコメントお待ちしています。ぜひぜひ皆さんチェックしてください。さあ、そして最後の曲になりますけれども、最後は、カルーソ。あのこの曲は実はリクエストをいただきまして、あの日本の公演のすぐ後かな、日本の、応援してくださってる方からリクエストいただきまして、それで、すぐにアレンジしてリリースを YouTube ではもしてるんですけども、今回、またレコーディングし直してピアノも入れ直したので、また違った感じを楽しんでいただけるかなと思います。はい、それではね、カルーソを聞きながらのお別れとなります。今夜のお客様はマリコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
マリコさんありがとうございました。なんかマリコさんとっても活動的な方なんだけど、おしゃべりしてるとね、癒されるというか、もうなんかみんなきっとこうね、世界をこう駆け巡っているけれども、マリコさんに会った人はみんなマリコさん大好きになっちゃうよね。なんかそんなことを思いながらお話ししてました。そして今夜の格ゲーメナンドロスで、逆境の際の最大の慰めは思いやりのある心に出会うことだ。そう、このお話をしている時もね、マリコさん出会った人、スタッフの人、そして応援してくれる人にね、もうとっても感謝していて、いやー本当マリコさんって素敵な方よね。ありがとうございました。そう、そしてね、10月のアルバムミッドナイトカフェチェックよ。今夜のラブ力はこの辺で、来週はギャルシッドさんとつながるわ。来週もブルーレディオラブ力でお会いしましょう。おやすみなさい。私だったら笑っちゃう、ごめんなさいね。You listening to BlueRadio.com.